優勝おめでとうございます。どうだった決勝戦。いや本当、今回の関東大会が、でなんていうんですか、決めきれるところが決めきれなかったり、でそのちょっとしたミスが多かった関東大会だったんですけど、まあ、最後決勝点決めれて良かったです。オーライだなって。最初から始まる前からずっと緊張しててシュートも全然入んなかったんですけど、最後はディフェンスとリバウンドで前ボールにできて、それで勝ちにつながると、どうだった、その自分らのプラン的には最後もうオーバータイムに行く前に追いつくようなイメージだった。ちょっと3クォーターが自分たちの勝負があって、3クォーターで終わりからなんですけど、そこで少し弱さが出ちゃう。え、どうだ、オーバータイムって久々じゃない？久々です。どう持った45分足は。僕一応まあちょっときつかったですけど、足伝いしなかった。えぐ、普段の練習の方がきつい。いや違うんかい違うんかい。え、まあいろんなさ特攻強豪校がいて、こう山場はどこだったの？この大会。やっぱ最後の一船橋さん。内船。やっぱ一番ディフェンスも上手くて、いいチームだなと思って、そこが一番山場だと思って、いつも練習してたので、この試合はなんか特別に意識したこととかあるの？いつも通り得意なジャンシン。でもめっちゃ緊張してたんでしょ。え、自分は僕は、そのさっきも言ったように決めきれなかったり小さいミスがあったんで、そこを、まあ、なくそうという意識を持ってました。優勝した実感は今ありました。ある？あるのに低くない？いや、なんか泣いちゃって。さっき泣いたん？泣いちゃいました。2人とも？いや、僕はなんか、すいません。僕だけ。今後の抱負というか、今後の目標を一人ずつお願いします、最後に。僕はチームでエースっていうポジションというか役割があるので、そこをもうちょっとレベルを上げて全国でも通用するエースプレイヤーになりたいです。自分はクラウドとしての自信も今回の大会でちょっとついたので、インターハイ予選とかではそのチームを上位まで導けるように頑張りたいです。はい、まずインターハイ出場、香川で会いましょう。はい、お疲れでした。ありがとうございました。